どうもご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。おなじみのゆっくり畑です。今度は2019年度神奈川工科大学の高校別合格者数を発表いたします。例によって一般入試の合格者数となります。今回は上位17校の発表となりますのでご了承ください。話はこのくらいにして発表していきます。第16位青少高校、工場高校、第14位水上高校、前橋東高校、第12位元石川高校、立花学園高校、第11位伊勢谷高校、第7位江北高校、横浜隼人高校、御殿場南高校、富士東高校、第6位石田高校、第5位秦野高校、第4位伊豆中央高校、第3位浅見土台高校、第2位海老名高校、第1位麻布台附属高校。以上で神奈川工科大学の合格上位校の発表を終わります。もしよろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。